キャンダルがいい方に転がらないですか、この日本では、うん、まあ転がそうと思ったら転がせるんですけど、じゃあぜひその それを教えてください。ダル先生、はい、それを転がしたってくださいよ先生。これ聞きたいですよ。とにかくエロ一本っていう感じですかね。先生なんと、なんと今先生エロだって。真っ直ぐなポールもそうですけど、ポールのようにね、もうそのエロ、はい、ポールのように、私はもうエロが軸だっていうつもりで、エロを打ち出してもいいですじゃないと、これはやっぱ普通にされましてもっていう。先生が思ってるエロっていうのはどういうものなのか、すごい興味があります。どういうエロを想像して、ちょっと教えてください。どういうこと言ってください。そう、分かんないです。はっきりと、はい、抽象的に言われても分かんないんで。AV っすか。ちょっと疲れてきたみたいで、すいません、違う、先生がね、お疲れになってるから、でもお疲れだったみたいで先生。